埼玉県立大宮東高等学校は埼玉県埼玉市見沼区に所在する高等学校である。普通科の他に体育科を要する学校のため運動部の部活が非常に盛んな学校として知られる。生徒数は男子が約600人、女子が約300人と男子生徒が多い。二つの体育館や野球専用グラウンド五十メートルプールなどがあり、 運動施設が充実している。普通科は2年次に、文系、理系に分かれ、3年次で、さらに理系が、理系愛、理系2の2系統に分かれる。体育科は、体育の専門科目を多く学び、1.2年次は、全員共通で、3年次に、文系、理系に分かれる。人間尊重の精神を基盤とし、学問を重んじ、正義と真理を愛し、 豊かな心情と心身ともに健康な人間を育成し合わせて世界の平和と人類の福祉に貢献できる人物を育成する学校の周辺は大きな店舗施設はないが緑が多くのどかな雰囲気の場所にある女子の制服は紺色のブレザーに灰色のスカートでリボンやネクタイなどの飾りは一切ない女子の冬服は希望者は スラックスも可能。男子の制服は紺色の学ラン。夏服は男女とも白のポロシャツを着用する。男女とも本校指定のセーターベースト着用は可能。平成27年3月卒業生の進路状況は大学が約40%、専門学校が約33%、就職が約14%となっている。大学進学は 毎年3割から4割で、専門学校、就職などへの進路も多い。本校では体育課を設置していることもあって、運動部は数多くの部がインターハイや国体に出場している。サッカー部は近年は全国大会から遠ざかっているが、1989年には高知総体で準優勝を果たした。野球部は春一回、 1> 夏1回の甲子園出場経験があり、1993年の第65回選抜高等学校野球大会で準優勝を果たした。体操部はインターハイに23回出場し、個人や種目別などで多数入賞。バドミントン部は奥原希望が在学時に女子シングルスでインターハイに連覇を果たした。水泳部はインターハイに20回出場し、 種目で1回の優勝経験がある。一方、文化部では吹奏楽部は部員数が1桁と部員不足でコンクールに出場できない状態が続いている。運動部文化部同好会。ありがとうございます。